こんにちは。こんにちは、今日ご紹介するお車はですね、はい、スバルサンバーバン、はい、グレードがディアススーパーチャージャー、はい、ハイルーフ、ハイルーフ、はい、年式が平成22年、はい、走行距離は10万キロ、はい、色がシャンパンメタリック、はい、ミッションがオートマとなっております、はい、車検は受け渡しになりますね、はい、で主な装備はですね、エアコン、ダブルエアバッグ、ABS、キーレス、それから電動ミラー、はい、あと目の前に映っている CD プレイヤーですね、はい、などなどとなっております。あとですね、リア5面が、プライバシーガラスですね、はい、そうですね、あと、はい、天井にもあるんですね。あ、そうですね、映らないですかね、オーバーヘッドのラゲッジスペースが、はい、取り出しやすいところにあって便利ですね。はい、あります。まあサンバーといえばですね、はい、おなじみの、そうですね、あれを言っとかないといけないんですけど、はい、お願いします。はい、4気筒4輪独立サスペンション、あ、出ました、出ましたですな、はい、まあスムーズな加速、はい、そして しなやかな走り、はい、それを生み出すのがですね、はい、そのエンジンとサスペンションということになってます、はい、まあ、実際よく走りますし、そうですね、さっきここなんて言ってましたっけ、ベタ踏み坂ですね、壁の、はい、これもスムーズに登って、はい、軽快でしたね、はい、まあ、あと、もう当然ご存知だと思うんですけど、リアエンジン、はい、あるあるですね、はい、ですんで、例えばですね、まあ音とかお尻の下なんかにエンジンがあるとですね、エンジン音がやっぱり上がってきたりするので、はい、ですね、はい、振動なんかとか、はい、あと熱気なんかも、熱も、はい、上がりますので、その辺もまあちょっといいんじゃないかなと思うところですし、あと、ね、タイヤの位置がですね、はい、ちょうどお尻の下ぐらいになるんですよね、はい、で他車に比べてですね、その分足元が広い、そうですね、余裕というか狭くないですね、狭くないですね、これ乗り比べると、気づいたことなんですけど、やっぱりちょっとのことなんですけど、足が自由が利くというのがですね、楽、うん、大きいですね、うん、じゃないかなと思います。まあ非常にもう人気のあるサンバー、まあバンなんですけど、装備もいいですし、シートの生地もいいですしね、はいはい、スーパーチャージャーなんで、タコメーターもついてるという、そうですね、はい、装備はいいですね、いいですよね、まあ、22年式で新しいんで、室内も綺麗ですね。そうですね、外装内装綺麗ですね。で、10万キロなんでタイミングベルト交換時期なんですけど、こちらの方は納車時に交換してお出ししますんで、はい、安心して乗っていただける状態になるかと思います、はいはい、オートマとかエンジン実際どうですか。そうですね、先ほどベタ踏みとかで踏んでみました、ね、気に入ってますね二度と言わないという通りに軽快に、どこでしたっけ、壁の壁の壁のベタ踏みとか、ね、はい、らしいですね、はいはい、そこでも軽快に上がったので、はい、足回りも10万キロ走ってると思えない、まだしっかりした感じですね、違和感ないですし、はい、そうですね、はい、まあ、バンといえばですね、お仕事とかに使われてるお車が多かったりして、内装とか傷んでるものも多いんですけど、はい、こちらの方ラゲッジスペースなんかも非常に綺麗なんで、はい、使用感はもちろん多少ありますけど、綺麗な方ですね、はい、当然運転席、助手席、はい、セカンドシートも綺麗、
全国からお問い合わせをいただくこと間違いないお車じゃないかなと。はいはい、サンバーですからね。そうですね、ほんとスバルの純血統のこのサンバーをこよなく愛する、はい、これじゃないとって方多いと思いますね。主なユーザーの方多いので、まあ、弾も少ないですからね、スーパーチャージャーで、はい、オートまでとか。ぜひですね、一度ご検討いただいて、ご連絡などいただければと思います。はい、じゃあいいですか。はい、ありがとうございます。